て肩がつけば何も難しくないのにけどそれじゃ張り合いがないのかな髪を切ったのも気づくし好きな番組だって知ってるよただ大事なことがまだ一つだけ分かっていない伊勢信号待ちオーケストラを見に行こうよまだちゃんと声にできないからああこの心の中なりに嘘なんかありこないけど時も聞こえる10センチね気持ちに気づいてるの ああ焦れば消えちゃいそうです Oh yeah ああ今回も少々だけ何気なく出した朝で何気なく取ったチューガムのフレーバーどうしてかな書いてある果物とと違う甘い香りだけが横切った可能性とかもし嫌われてしまうだとか無駄が尽きる想像も目の前で鳴る旋律で無理やり解をつけるタクトみたいに揺れ動く感情の迷いに合わせてああ頭の中言葉たちが大合唱でどうやって選ぼう左もわからないまま君のことを思いながらああ物語は進むのです Oh yeah Oh no stop the question の上単純に奏でられそうなそれジネフローゼハートどんな名演奏よりも綺麗な自信はあるけどさ届け方は皆目見当がつかない気持ちは膨れるばかりさそんな今日は痛い大難楽章オーケストラを見に行こうよまだちゃんと声にできないからああこの心の中なりに嘘なんかありこないけど時も聞こえる10センチね僕の気持ちに気づいてるのああ焦れば消えちゃいそうです Oh yeah Oh 今回も少々だけ帰り道も君を思うのです Oh yeah ああ一瞬の冷蔵庫が最高のカフェになるように本日も動画をご覧いただきありがとうございます、僕は関西を拠点に活動しているロックバンドジニアスターチスの浦田哲と申します、現在ジニアスターチスではですね、メールマガジンの、登録者を募集させていただいております、メールマガジンではメンバーの日常とか何かこう人にね聞かせたくなるようなエピソードとかをね随時配信させていただいております。またね、登録者限定のね、プレゼント、そうですね、楽曲の方をですね、現在のバンドで準備しております。この機会に、ぜひとも、ジニアスターチスのメールマガジンにご登録ください。動画のね、説明欄のところに、URL がございますので、そちらにクリックしていただければ、だいたいそうですね、1、2分ほどで登録が完了いたしますので、どうかよろしくお願いします。では、ジニアスターチスの浦田哲でした。